今ない〇〇を妄想する M8 招待。M8招待。友人屋でございます。あ、僕先に言っちゃダメですよ。僕は鶴田なんですかね。何なんですかね。何も考えない。体調いいですね。体調。じゃあ体調で。こうやって決まっていくもんですね。こうやって決まっ、そうですね。うん。だからやるといろいろ決まりますね。決まりますね。体調ですよ。体調。体調。二頭平でございます。体調です。はい。体調です。いい、このバカバカしい感じはいいですね。なんか体調って、40超えた男が体調とかって言ってるのは恥ずかしい感じが、いい感じがします。いい感じがしますね。あの、最近気になるニュースがあって、あるなんかブログで、あの、ずっと女性に縁のなかった男性、高校を卒業して工場に社員として真面目に勤め上げるんだけども、まあ女性に会う機会がなかったと。でその人がまあ40後半ぐらいで、まあ先輩にフィリピンパブに連れてってもらって、まあ20そこそこの女性に恋をしたと。でまあ結婚しまして、でまあその女性は帰っちゃうんですけども、まあその男性にとっては妻ですか、それはもうせっせと働いた給料を送金するわけですよね。で、まあ、彼が、退職してやっと奥さんと二人で暮らせると思って、フィリピンに渡るんです。でフィリピンに渡って生活を始めたところで、殺されてしまうんですね。でその殺したのはその奥さんが雇った殺し屋だと。でそれは費用としては22万円を殺し屋に支払って、その男性は死んじゃうっていう話なんですけど、でもそうすると今度は男性からすると妻ですから、日本から遺族年金としてまあ彼に支払われていたっていう話を見てですね、これはまずいって僕の不安の触覚が動き始めてですね。そこは何がまずいんですか。いや、なんていうんだろう、このこれが広まってしまうんじゃない。そう、僕たちの大切なマニーが、今そのなんていうんだろう、派遣違う、ヨーロッパでも問題になっている移民問題とか、要は日本のお金が、僕たち真面目な日本人っていう言い方がまあちょっと良くないのかもしれないんですけど、まあ払ったお金がそういった形で、その僕たちが払ってほしくないところに支払われているっていう問題がちょっと怖くなったんですね。それはもうそのフィリピンでまあ真面目な方もいるんでしょうけども、まあそういう例がある。そういう例はで、僕はそういう例をなくすためには、昔その日本にはそのおせっかいのおばちゃんがいて、もう年頃の女性がいると年頃の男性と、まあお見合いしなさいお見合いしなさいと、でまあほぼみんな結婚できたんですよね。でそれをまた納得する社会もあった、けど今みたいなその自由恋愛の方が偉いじゃないですけど、なんかそのお見合い結婚みたいな、なんかちょっと珍しい社会じゃないですか。それがなんかちょっとそうなればいいじゃないですけど、なんかそのみんなうまくマッチングすればいいなと思ったんですよね。マッチ、なんかそうこの話を聞いてどこに問題があるのかなって。で僕フィリピンの人と結婚するのが悪いってわけではない。わけではない。あ、でそう考えると日本人でもこう結婚相談所で知り合った人を殺害してみたいなことはあるでしょうね。ニュースがあったじゃないですか。そうすると結局こう、なるほど。あ、っていうと僕が また不安になって、いや違う違うと思ったのは、僕はもう
この野面で、はい、もう23歳ぐらいからハゲてるんですね。そうですか。はい、ハゲてて、でその時は今ちょっと痩せたんですけど、ずっとその40歳ぐらいまでは90キロぐらいあったんですよ。170センチでデブでハゲなんですね。でもデブでハゲでも僕はその27、8ぐらいの時に、あ、30ぐらいの時にモテ期を経験してるんですよ。あのなんか声をかけるとこんな僕でもいいって言ってくれる子がいる。でもこんな僕っていうのはこんな僕って自分のイメージだったんですよね。でもハゲでデブですよ。ハゲでデブ、なんかこう世間見ても、うん、なんでこんな可愛い子にこんな子なん、こんな人なんだ。あ、そうなんっていうのはいっぱいあるじゃないですか。いっぱいありますね。それってこう外見だけじゃない。あ、そうで、だから僕はその真面目な男性に対してもっとしっかりしろよと。だから多分イメージ自分でハゲでデブだし、うん、自分こんな自分はモテるはずがないっていう自分のメンタル的なところでこういけないから彼女作れないみたいな。でそのそうで売り方一つだと思うんですよね。そう、売り方一つ で、あのラジオ聞いていて、うん、ラジコでラジオを聞いていて、うん、それはTBS ラジオのジェーンスーの生活は踊るっていうラジオ番組なんですけど、その中でそのジェーンスーさんは女性、まあ何て言うんだろう、女性で作曲家、あ、作詞家コラムニストっていうのを自分で名乗ってらっしゃる肩書きがある。でその人がラジオ番組持っていて、そこでまあ人生コーナーがあるんですけど、人生相談コーナーがあるんですけど、そこで29歳男性です、うん、僕は、29歳まで女性とそんなに縁がなかったんだけですけども、うんうん、どういうふうにすれば女性と深い縁を持つようになれますか、うん、付き合ったことがないってことですか。多分付き合ったことがない、まあ年齢イコール彼女いない歴、うんうん、みたいな人はどうやって女性と付き合うことができますか、うん、っていう相談だったんです、うん、でそれに対してまず僕が思ったのは、女性にはそんなこと言わなくても、うん、女性には分からないから、うん、もうさもモテるような振る舞いをして、うん、女性と接すれば、うん、だからその僕は29歳まで彼女いないっていうのを隠した方がいいと思ったんですね、うん、でもそこでジェーン・スーさんが秀逸だったのは、もうそれは言えと、うん、で自分からその29歳まで、うん、彼女がいませんでしたっていうことを言えば、うん、その29歳まで彼女がいないんだこの人、うん、でそういう男の人を嫌だと思う女性をもう初めから選別できると、うん、だから近づく人だけをその選べば確率は上がるよっていう問題にしたんですね。あ、それは確かにターゲットは絞れ、そうそうそう、で僕も要はハゲで出るだけれども、まあ、別に隠すことなく晒してるんですね。で僕もそのモテるって言ってるのはその誰にも言ってるわけじゃなくて、僕にも線引きがあって、僕のこのハゲのことを坊主で表現する人は僕が声をかけてもなんていうの、ちゃんと接してくれるっていう線引きがあったんです、ね、なのでその人たちにもつなげるともっとうまくやれよっていう、まあ、もっとうまくやる方法はあるんですよというか、まあ、行動じゃないですかっていうモヤモヤはあるんですけどね。そう、50歳真面目に働いてきた彼女の方ですか。50歳まで行ってしまうとなんかまあ厳しいのかもしれないですね。うん、同じ人がいると思うんですよね。あ、鏡のようにそこをマッチングするんじゃないかなっていう気は。でも僕がもしか50歳で独身、うん、一度も結婚したことがないっていう例が、うん、まあ、確かに今多いって、うんうん、読売新聞も出てたんですね。でそれは女性よりも男性の方が多いんです、うん、
その見込んでくる数として、うん、割合としては多分、男性から行く社会じゃないですか。日本も海外国も男、男性と女性がいて付き合うきっかけっていうのはこう男性がアプローチしないと、男性がそう求めるそうですね、アプローチしないといけないから、うん、女性は待ってても来る側じゃないですか。そうですね、はい、だけど男性は行かなきゃ、狩りに出ないと、狩りに出ないと、顔とかがそこそこ良くてもどこにも行かなければ絶対声かけないと、確かに女の人から声かけてくれってなかなかない。ないですね。よっぽどイケメンじゃないと、よっぽど本当にイケメンじゃないと女性からこう来ることってないですね。ちょっと顔がいいぐらいでも多分ないと思います、うん、でそこが多分差だと思うんですよね。男性の方が多いっていう、女性は待っててもそう、なるほどなるほど、うん、来るけど男性は行かなきゃ来ないから、まあ、なかなかその自分をがコミュニケーションがうまくないと思っている男性にとってはちょっと厳しい社会ですね。ちょっと厳しい。そうで、そこを多分お見合い的な感じで、まあ、無理やりこう合わせれば、苦手だと思ってても話せば話せるみたいなところあるじゃないですか、まあ、得意分野もあるでしょうしね。得意分野もあるし、うん、気の合う人だったら話せるとかっていうのが、うん、なんかお見合い、なんかお見合いの方がっていうのは若干今なんか空気的にはありますよね。お見合いの方がいいみたいな。いや、お見合い自由恋愛じゃないのっていう、うちのお母ちゃん、あ、父ちゃん、お見合いなんですけど、うん、で多分うちの上の世代多いと思うんですね、お見合い、うん、今多分圧倒的になんかお見合いのイメージがモテない人がするイメージじゃないですか今。若干ありますね。この自由恋愛になったためにというか、自由恋愛の社会なので、あのちょっと下に見るのは、そうそうそう、心の中にちょっとあるのかもしれない。だから相手を自分で見つけられなかったから結婚相談所みたいな、はいはい、こうモテない感が出ちゃうみたいな。なかなか言えない感じはしますけどね。でも結構知り合いに結婚相談所やってる人がいて、はい、話を聞くと戦略的な人たちもいるって今。ああ、逆に効率的な話です。効率がいい。結局このも自分のスペックなんですよね。お見合い。はいはいはい。お見合いって恋愛になるとスペックとかよりも気が合うかどうか。フィーリング。フィーリング。だからこう。そこでこうマッチングしていくけど、お見合いになるともう完全にスペック、だから年収いくらなのかとか、はい、年齢いくつなのか、見た目がどうなのか、どこに住んでるのか、長男なのか次男なのかみたいなスペックなんですよ。どんな会社で働いてるのかとか、休みがどうなのかっていうのを事前選考の上お見合いする。もしくは僕です。私はそこ、うん、僕お見合いでうまくいく自信がないんですよ、うんうん、なぜならあの通知表がとても悪いので、うん、僕もないですよ。通知表の左側の中5とか何秒とか僕多分すごく悪くて、うんうん、ただなんか先生の受けはいい、先生の評価はよく頑張ってますいい子ですみたいなのを書かれると思うんですけど、そういう子だとやっぱりなかなか厳しいんですかね。モテる人、男性、お見合いでモテる人、お見合いでモテる人、男性は年収高い、うん、とかなんかいい会社、うん、ここら辺でいうとトヨタで働いてる、ああ、はいはいはい、とか、まあ、将来こう安定しててそこそこの収入の見込みが立つって、今給料少ない、はい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 、っていう上手に安定的な、安定的な公務員だとか、っていう人たちで、女性は年齢若い方が有利って考えていくと、うん、例えばじゃあ先ほど例に挙げた、うん、その29歳の男性も、うん、もっとその前に挙げたその工場で勤めていて、うん、ずっと女性に縁がなかったっ
ていう男性も、例えばそのお見合いという行動に移せば、うん、もしかするとその高嶺の花のようなのはないのかもしれないけども、うん、その自分と鏡のような人、そう、自分と鏡のような人であれば会う可能性は高い、会う可能性は高い。ただこう、だから自分の気持ち次第ですよね。高嶺の花を目指す人が多い。ああ。例えば女性で言えば年収1000万以上。はいはいはい、はい。男性で行くと50、自分50代なのに20代の子とか若くて可愛い子みたいな。はい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 。そこをいくら望んでも手に入らない。まあその人が年収2000万とか3000万とかあればマッチングする可能性。はい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 。なるほどね。けど自分はまあ平均的な日本人の平均年収が400万ぐらいみたいな言いますよ、ね、ところなんで、それぐらいだったらまあ平均的な自分と、男性だったら自分よりちょっと下ぐらいの女性でっていう人を望めば別にこう難しくはない。だから逆に女性で言えば年収400万ぐらいで、年齢も自分よりちょっと上ぐらいみたいな現実な的なところを狙っていけば全然マッチングできるけど、結婚相談所に入っても全然モテないよみたいな、まあ、よくなんか全然いないっていうのは聞きますよね。全然いないみたいなのは理想が、理想、理想の人はいないっていうことで、そうそう、マッチングする人はいるってことですね。マッチングする人はいる。だからうまくいってる人はその辺自分のことをよく分かってて、でもまあ自分のことを分かるっていうのが一番確かに難しいのかもしれないですね。そうそう、自分のことを分かることでショックを受ける人が多い。あなたに、あなたはこの人です。あなたは逆に女性で言えば自分がこう40歳でそこそこ綺麗です、過去は今まで結構モテたみたいな女性がいたとして、はいはいはい、でこう結婚相談所に入れば結構いい人が見つかるんじゃないかと思って入るじゃないですか、はい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 、でその結果これかっていうのが突きつけられるわけじゃないですか。まあ、現実というか自分というか現実的なところが分かってくると、はい、自分はこのレベルなんだみたいな感じでショックを受けるみたいな人が多い。なるほど。まあ逆もありますよね、男性が。でもまあそういう男性としてはまあ別に、うん、その結婚、うん、一結婚っていうのを目標にした場合、うん、お付き合いとかじゃなくて、うん、まあ全然お見合いっていうのも、まあ、全然あり。でそれはもう50歳の男性だとしてもパートナーを見つけるっていう意味ではまあパートナーを見つけるという意味ではあり。だから将来一人じゃちょっと寂しいなぐらいの人だったら全然そう。だから出会いがないとか言ったら結婚相談所登録したら出会いはいくらでもいくらでもあるって話ですよね。解決、解決。ただ高望みするとそう、鏡問題、ね、鏡問題。やっぱり自分に合う人しか出会えない。高嶺の花を望んだり玉の腰を狙っても、まあ、なかなかうまくいく。高嶺の花を狙うならもう、うん、自分でもう行動を移すしかないですよね。行動、まあ、そこら辺に声かけたりとか。だから絶対ゼロではないと思うんですね、可能性は、うん、けど 1% だとしたら100人に声かけて1人じゃないですか。はいはい。それが 0.1% だったら1000人とか、はいはいはい、その確率の問題なんで絶対ダメではないけど、年収1000万とかどう思いますか。年収1000万以上って言われるともう僕はもうね、僕はもうその部屋にはいられないんですよ。アホなこと言うなって感じじゃないですかと思いますけどね。年収1000万の人が世帯が 5% ぐらいです。日本ね、そう。で、その上、独身で。独身で、30前後で。30ぐらいで、みたいな。30代とかで。ってなると、1% もいないですよ、多分、うん。そこを狙っていくっていうのは、まあ、選択としてはありですよね。あと、女性としても、自分、お見合いスペックだというなら、うん、自分でそのスペックに自信があるならお見合いって言ってもありですよね。お見合いって言ってもありで、で女性のスペックは年齢、年齢、顔
年齢と顔なんで、20代で、可愛い20代とかだったら、年収1000万いけるかもしれない。すぐに売れる。まあ、年収1000万に売れるかどうかわかんないけど、うん、まあ、結局その、可愛い20代が1000万以上のところにみんな行くんですよ。本当、男はバカですよね、本当に。そう。もう本当バカ。で、その中からこう、年収1000万以上ある人も、その中から選ばれてるんですか、はい。若くて可愛い子はずらっといて、ってなってくると、その、まあ、競争は激しいですよね、当然。人気のところを狙っていくわけだから。で、それを40でとかってなると、なかなか難しい。ゼロではないけど、なんか弾みで OK 出したみたいな、なってみたらすごくいい人で、みたいなことはあるんで、可能性がゼロかっていうとゼロではないけど、だからそのゼロではないのを、狙っていくっていうのはまあ選択としてはありかな。ただ年齢、女性のスペックって年齢じゃないですか。時間が経てば経つほどスペックは落ちるって話なんですか。スペックとかやると怒られますよね、これ。でもまあ、お見合いの判断の話ですもんね。書類選考って。書類選考ですね。事前選考みたいなことですもんね。うん、もう書類選考だと受かる自信がないので。面接してもらわないと。面接してもらわないと。ダメなので、もう。で、お見合いはその面接で弾かれるかどうかみたいな。面接まで行けるかどうかですね。そうそうそう。足切りがありますもん、ね。なので、こう、そうです。企業への就職と一緒で。そうです。大卒以上みたいな。こんなエントリーシートによるみたいな。そうそう。すごい素晴らしい人でも、高卒では入れなかったりするじゃないですか。はいはいはい。それと一緒ですよね。書類選考。もう本当もう男頑張れと思ってます。男頑張れです。出会いを探す行動を移すしかない。あ、なんか行動を移すしかないオンラインサロンの隊長オンラインサロンの行動ですよ。主みたいなことを言いますね、まあ、これも行動ですよね。行動です。こんなね、意外にこの今撮ってる動画も敷居は高かった。敷居は高いし、まだ高いですよ。まだ、まだ、これから、あと、ちゃんと続くかどうかもありますしね。続くかどうかもあるし、ちゃんとできてるのかどうかみたいなね。そう、これ見て面白いのかなみたいな。まあ、考えちゃダメなんでしょうね。そう、ホリエモンが言ってましたよ。頭のいい人考えるとダメなんだ。で、まあ、ごめんなさい、頭いいかって言うとまた、僕の場合もバカのくせに言って。よく会社でも言われるんだよね。バカなですか。バカなくせに考えるなって。いや、バカでいいんですよ。バカがいいんですよ。じゃあ、やりましょう。やります。やりましょう。やりましょう。やりましょう。はい。やったら何か分かるんですよ。はい。対象のおっしゃる通りです。うん、自分がどこ狙えるかも、結婚相談所登録したら分かるんですよ。ああ、それちょっと、だから今ちょっとやってみたいですけどね。だからこう、何ですかね、若いところから順番にこう40代ぐらいまでと申請したらいいわけじゃないですか。そしたら自分が35ぐらいまでいるんだとか。はい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 。そっていうのが分かる。そっか。そっか。20代は絶対無理だなみたいなのが自分のがどこまでいけるかが分かる。分かるんですよ。なるほど。だから効率的ですよね。そうですね、確かに。下手になんかどっか。よく言われるのがなんか趣味を見つけて、うん、趣味のが集まるような場所に行って、うんうん、自分と趣味が合う女性を探す、うん、でこれまあまあハードル高いですよね。ハードル高いですよね。でもまあお見合いお見合いってもとかの方がお見合いする気で登録するので、そうですよね。しかも趣味の合う趣味の合うあのクラブと一緒ですよね。それってでまあもやもやは解決したの。もやもやは今この M8 招待は第1回目の解決解決言い方解決ミッションクリアみたいな。隊長ありがとうございました。ミッションクリア。ミッションクリア。隊長さすが隊長。ミッションクリアで終わる。ミッションクリアで終わる。やっぱやると決まりますね。やるとなんか決まりますね。ここまでずっと考えてますもんね。考えてるから進めないみたいなこと言いつつ、はい、でもこの裏の目的としては、うん、
あのアニメ原作を作るっていうの。アニメ原作を作る、まあ仲間増やすみたいな感じじゃないですか。なあ、僕の中ではこんな人たちもいるんだっていうのを知ってもらうのと、はい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 、こんな人たちもできるんだっていうのを知ってもらう。あ、まあそれはそれはありますよね。そうそうそう、はい、もうなんかイケメンで若くてイケメンで、っていうユーチューバーばかりじゃないよ。そう、まあね、何かちょっと事件を起こして有名になってっていうのを狙うだけじゃなくて、こんな人たちでもできるんだっていうのが出せるといいですね。出せて、で、まあ、そういう仲間がこういっぱい集まる場所になればいいかな。はいはいはい。さすがルームエイト代表でもある、はい、M8 招待、M8 招待隊長隊長隊長になる。あ、僕は二等兵です。二等兵、はい、ユージニア二等兵です。ユージニア二等兵、はいはい、頑張りたいと思います。頑張りましょう、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じ、こんな感じですよね、はい。